ロックマイクゼ2続きやっていきましょう。お疲れ様です。無事にロックマイクゼ終わりましたね。意外となんかめっちゃ時間かかるかなと思ったんですけど、意外と早く終わりました。そしてスマホが消えた。まあそういうもんなんだよね。出るときは出なくてさ、出るって日付変えるとあっさり出るんだよね。なんでもそう、ケロロの時もそう。あとなんかあと1問出ねえっつってさ、1時間2時間かけてやったのにさ、次の日やったらなんか一発で出るとかさ、ザラにあるからね。アジナ国に行ってみましょう。だけどまあ行けないでしょうねっていうところですね。インターネット、なんか誰かのところから行った方が早いような気もするんだけど、道がわかんねえ。だって道がわかんねえよ。 HP 心もとないよね。ライトちゃん家からあっちに繋がってて、ここどこだい。科学省とか、あれか、シーサイドだっけ。あっち行った方が早いかな。マジで全然道わかんないんだけど。あった。オフィシャルスクエアからなんか繋がってたような気もするね。あ、で、そっか、6も終わったんだよね。ストーリーはね。20時間ぐらいだったっけ。そんなやってないか。 10? え、そんなもん。ラビリーで、やっぱり依頼を起こさないと、ダメっぽかった。トロフィーを集めるにはね。だからその依頼を起こすのを配信でやるかどうかかなって感じですね。で、配信どうしようかなーって。配信やるときのなんかモチベすごいあるときはさ、すごいあるんだけどさ、左に進めば。は?おぉ、ミステリー出たか、びっくりした。で、多分行けないんだよね。A ライセンスを持ってる方しか行きません。ダメ、手相受けてマジで行くの。研究体制そのせいで僕は嬉しいよ。 A ライス試験受けに行こう。まあ、結局ね、配信も動画も変わんないから、自分の中では。僕も電車の運転手になるんだ。メトロラインで働いてるからにはいつか運転手になりたいであります。あ、そっか。全員が運転してるとは限らないね。依頼選出試験。考えちゃうよね、だからね。普通にやらないで、裏で楽しむように、でもいいのかなって思うけど、差出人不明、チップトレーナー出ます。オフィシャルセンターに足が置いてチップトレーナー、みんなもう遊んでますか?チップトレーダーはいいんだけど、3枚は3枚。あ、今回からもそうね、セーブがね、必要になりましたね。今日だけ3件の事件も解決してきたよ。あ、こっちも確かし、あ、ほんとだ。赤がさ、どうしてもスペシャルなイメージがあるんだよね。いつから赤がスペシャルになったんだっけ。はい。えらい、AAAはどこで受けれるんだっけ。下行けばいいのか。A ライセンスですか。はい。A ライセンス受けたいんですけど。はい。
ねえ、あ、そうなんだ。依頼を3つやってください。はい。あ、特別任務ね。昇級試験だ。キークエスト。特別任務1。とても壊ってます。はい。秋葉原の駅前。はい。これってさ、全部ダメだ。とても簡単な仕事です。まずことぶきスクエアに。ことぶきスクエアってさ、まだ行けたっけ。ねえ、なんかまだ工事中で行けないとかって言ってなかったっけ。これで行けるようになるのかな。何それ。でもなんか最近ゲームをやる、あ、これか。絶対誰も言わないでくれよ。実験中のナビを逃がしちゃったんだよ。秋葉原町のどこかの電脳世界にいる。その秋葉原町の、あ、インターネットには行ってない。そうだ、そう、今ちょっとそれをね思ったんだよ。インターネットに行っていないのであれば、そんなに数はないと思うんだけど。そう、配信やるとね、チャンネル登録数減るんですよね。なぜだかわかんないけど、動画やってた方がね、じわじわじんわりだけど増えていくんですよね。これは永遠の謎。いない。まあ、あんまり調子に乗ってやりすぎるのかな。この秋葉原町の電脳がどこまでそれをあれしてるかなんだよな。なんかノーヒント系でさ、足を使って運ぶ、うん、調べる系がすごく多い気がする。2は学校もだいぶ縮小したからな。あれ来てなかったっけ、ソード L、ね、俺なんかどっかでソード L 探してなかった。あ、あるやんけ。あれ、ゼータキャノンだったんだよね。だからゼータソードかもしれない。見つかっちまったか。フレイボー2と3。わーい、どうしようかな。ただこれ直線に、前に立たなきゃ大丈夫なんだけど、動くか、こいつら。動くね。ただ待って、バブルショットのためなら間に合う。よし。あ、カスタ、あれがあるんだ。リザルトがあるんだね。チップ手に入ったのかな。だからこれもしかしたらヤイトちゃんちとかにも行ってる可能性はあるよね。あとどっかあるかな。あ、先生見つかっちゃった。 あ今不法侵入で捕まるんじゃなかったっけ。お、やった。通報されるんだっけ。ガッツマン大好き。メールの付け。ネット君もちゃんと片付けてんだ。偉いね。ヤイトちゃんち行くか。なんかさ、どっかさ、あ、ヤイトちゃんだ、こんにちは。まだ今はプラグインでき、銅像だっけ、なんかできないって書いてあったとこあってね。でもなんかもうゲームをやることイコール配信か動画っていうさ、もうスタイルになっちゃったわけですよ。もう十何年やってるから。
だからせっかくだから動画撮りたいなとかさ、せっかくだから配信でやりたいなっていうのが頭の上にあるからね。だから逆にゲームやらなくなっちゃう。なんか今日配信やる気分じゃねえなとかさ、動画撮る気分じゃねえなとかさ、だから気分が乗るときにまとめてやって。でもさ、これ結局その時の気分によるから、できるかな。まだダメか。じゃあこっちの方もガス湯沸かし器、まあ、関係ない。あとはメイルの家とデカオの家、パソコンってさ個人ページにつながるんだっけ。だとそこはもうインターネットだもんね。なんかまたてか、あとやりたいゲーム増えてくるとさ、これなんか前もこれ引っかかんなかったっけ。ん、ああ電源オフになってる。パソコンだ。古文は、ああダメか。古文できるときあったよね。あれじゃあミールちゃんちもダメ。デカゴの家、あとどこっていうのがすごいあるよね。よしよし。あ、ガッツマン戦おうぜ。戦えるんじゃね。さすがにもう V2 ぐらいにはなっているのでは。いたー、ハンディース。あ、でも3体か。そっか、これもさ、なんかでやったよね。ガッツマン。で、ここ穴開けちゃえば、あ、バスター強くなってるぞ。バストアップしたのか。これの方がいいな。だったらいいな。1と2ってやっぱ変わるな。単純に半分だもんな。これでちょっとバスターが気持ちよくなった。あ、カタン V2 になった。下手にバスター打つよりはやっぱり、ふい、ガッツパンチ。ふい。ああ、なんか微妙だな。あ、待って、パンチ飛んでくるぞ。そっか、穴の前にいればいいってわけじゃねえか。ダメか、ショックウェーブ勝てねえか。てか HP だいぶ削られたな。おむね、パッチ飛んでいくのきついな。できれば、うい、ひび割れが縦1マスだけなのがまだいいな。コード繋がんないね。でもこれ勝ったとしても結局ガッツマンだよな。エリアシーランの困るわ急に前に出て、待って、ガッツマン強くね。ガッツマン強かったわ。エリアスチールはずるいわ。でパンチ強えんだな、やっぱな。後ろいよ、余計なことしない。
早くないエリアシティ使うの。なんでどういうタイミングで使ってくるの。メテオない。うえ。100食らうのかパンチ。であれだね、なんかアンダーシャトルになりすぎてんだよな。もう避けることにだけ専念。あ、よかった、ヒートショットか。いいね。ショックウェーブも結構早いんだよな、飛んでくるのかな。やばい、これは困るな。真ん中取られるのきついんだよね。こうなった時にさ、うえ。チップが弱え。これパンチ来たら終わりだから、うう、助けて。あ、怖い。待って、パンチ来たら死ぬ。ソード、ワイド、ロング。これで？あ、ドリームソード、オッケーオッケー。うわ、強い。強かった。あ、V2 くれんだ。やったぜ。いやいや、強いよ、ガッツマン。やば。こっちのチップ弱すぎてやばい。これ浮気じゃなくていいよな。何がいらないっていうか、繋がんないんだよな、威力も低いし。キャノンもいらないね、そしたらね。ゲートマン SP。 あ、これ配信か。一応攻撃力で考えると、そうだよね、ソード系が強いわけでしょ。いやー困ったね。完全なる寄り道をしたけど、あとはこれ何、あ、おもちゃにプラグインできる。じゃあこれじゃん。レギュラップというか HP メモリーを全然買ってないんだよな。ていうかショップあったっけ、あんまなかったよね。ガルーバー、あ、バトルショットはいいぞ。ふい、カウントボム入れた方がいいかな。なんかいい、威力70だとそこまでって思っちゃうけど、全体70って考えれば割とあり。あ、ない、まだ倒したと思ってた。HP 高いよ君たち。あ、ヒート V になった。やっぱもらえるんだ、ヒート V50。 はい、あ、でも J は入れていいな。さようならラインアウトさん。3000銭に、やっぱりどの時代も2は難しいってことなんだな、どのゲームも。
あれ？ああ、そうか。違う違う。マリンハーバー来ちゃった。秋原町でそのまま報告でよかったんだ。そうだね。で、エクゼ1と6も終わったから、コングラチュレーション。テスト。レギュラーアップか。まあそうだよね。そんなもんだね。レギュラーアップはすごいくれるんだよな。ただドリームソードだったっていうことはいいことだね。火力減になるし。あとはたまごっちをようやく腰を据えてやれるかな。ちょっとずつちょっとずつ進めてはいるんだけど。ことぶきスケアですが、ことぶきスケアっていけますかね。あれ開通したかな。あれ奥か。おりゃ、あとはちょっとまたいろんなゲーム動画で撮ろうかな。今ずっとさ、長期でロックマンエクゼとブレイブリーデフルってやっちゃってるからさ、で動画自体も進んでないからさ、ここがあれか、ネット商人 HP メモリー、あ HP だよね。 OKOK、 なんかたまには違うのを挟んでもいいのかなとは思うけど、あんまりね、ばらけさせすぎちゃうとね。こっちから来て、ことぶきエリアにつながってるよって言ってたプログラムくんがどいてるかな。あ、ネット承認だ。あ、HP メモリーあるな。ここもネット承認か。意外と近場に点々といるんだな。ただお金が足りない。プワルド。プワルドちょっと欲しいな。あ、待って、早かったんじゃない？でもこの頃のまだアースクエイクはあれかな。威力そんな高くないかな。しょうがない。でも上下に結局衝撃波があるからアースクエイクって強いのであって、1マスだとなかなか当てにくいよね。1500で2。あ、どいたどいた。 OK、 これでことぶきエリアに来れました。ことぶきエリアです。蜂の巣のようなデザインの道、とってもハイセンスでしょ。で、左ことぶきストア、右行き止まり。とりあえずスクエアだな。スプレッドガン、ハイパーバーストなのかな。あ、メットール2はぴったり間に合ったかな。 OKOK、ショックウェブ、ソニックウェブ、ソニックウェブ、ソニックウェブ、よし、ソニックウェブ稼ごう。60でも E はできそうだと手に入る。エスケープいいか、1枚入れててもいい気がするんだけどな。ちょっとキャノンを全部ソニックウェブに変えたい。うわー、ハルトボルズ。待って、意外とすぐ撃ってくるね。うわー、どうしようかな。ダッシュアタック避けられる気配しかしなかったな。
この矢印についてる道は俗に動く歩道です。ちょっと乗ってみてくださいよ。なんでよ。カブタンクいいじゃん。ガッツマン V2 プラス10が強い。ぴったり80。スモールボムでもいいわけですもんね。スモールボムってさ、入ってた？あ、T なのか。ちょっと考えるか。いや、こんにちは。このワッポイントないと、こちらは幸せの街、ことぶき好き。あ、ことぶきって幸せの意味なのね。ロングソード、今さら。おーし、スクエア来たぞ。なんか、できれば、ワープがあると嬉しいんだけどな。ワープってか、ショートカット？はい、幸せですか？ことぶきですか？そうです。ここは幸せの街、ことぶきスケアです。急にうさんくさくなるんだよな。バグのかけら、はい。ああ、ことぶきスケアではバグのかけらを一手に集めて処分しています。なんか裏で作ってねえか、お前ら。申し訳ありませんが、ここから先は一般の方はご入場できません。一般じゃない方とは。初めてここに来たんですけど、目がクラクラするんだけど、妙に気分が良くなってきました。やっぱり、ちょっと怪しい感じなんじゃないの。あ、依頼主、早速です。私の依頼、オフィシャルセンターにあるコーヒーサーバーにプラグインして、中にいるナビからあるプログラムを取り返していただきたいのです。私にとってはとても大事なプログラムが奪われてしまったのです。ウイルスをばらまく非常に悪い波であるです。時間がないので、迅速にお願いします。これは掲示板か？ああ、バグのかけら。バグのかけらってこれ、普通に手に入る？あ、何で手に入ってたんだ、これ。あ、エアシューズ入るよ。エアシューズチップか。そうだよね。アタックプラス30いいじゃん。ゼウスハンマー。やっぱりメガチップとかの概念がないから。まだないよね、これね。あ、ネット上にいっぱいいるな。ん？目の前の横にいます。あ、ロングソードと同じなんだ。アクアソード。へぇ。いや、ショップじゃ意外と、俺掲示板だと思ってたところは、あれもネット商品だったのかな。コーヒーサーバー、これね。でもコーヒーサーバーは来たよね、多分。プログラム取るもんだな、盗んだプログラム返すな。何、もうこんなところまで。分かった、返せばいいんだ、返せば。ほらよ、やった。隙を見せたな、この悪党め。これもくれな。ゴースラ、ゴースラ、ゴースラ。おい。楽なのでは？これだって、ある程度ホミングしてくれな。おい。いや、こいつの出てくるタイミング、マジでわかんない。いや、ロングソード間に合うかな。うわっ。今こいつの奥のゴースラーには間に合わない気がした。属性の、あ、オッケー。ブレード系は100なのかな。あ、でも違うな。ファイヤーは90で、しかもロングだったね。ずるいぞお前。リカバリーみんな持ってんのか。ガッツマン来るのが遅い。でもガッツマン V ついてくれば120でしょ全体。それは強い。あ、なんかその後話あるかなと思ったけど倒して終わっちゃったね。キヨルシン。せっかくだからさ、
行き止まりの方も行ってみようかなって。やっぱり依頼受けてさ、お金もらえるんだったら、なんか大体さ、依頼ってさ、レギュラーアップ1とかのイメージがすごく強いんですよ。お金が手に入る可能性があれば、行って HP メモリー買ってくるのもありだよね。ちょっと行き止まり行ってみよう。本当に行き止まりだった。なんもなかったな。ソーリー、メットール、ハルドボルス。ああ、そっか、ワイドか、頭いいな。これ、ロールちゃんはハルトボルトに行くかな。OK。80を倒しきれない、倒しきれない。あ、ヒート V もあれか、50か。倒しきれないの重いな。メットガード、はい。うわ、うまくいかないね。お、意外とすぐ、なんかすぐ撃ってくる時もあんな。ハルトボルズ一体倒せな、あ、よかった。2からキンキンが入ったんだね。石の時はさ、音なんもしないからさ、分かりにくいんだよね。ポンポン、なんか普通にキンキンの方がブレイク性能ってあんのかな。それがきつかったんだよね。はい、帰ってきました。お、やっていただきましたか。奪われたプログラムを取り戻していただきましたか。このプログラムです。お見事でした。私はライセンス試験の試験官です。はい、グッドジョブでした。まあ、これはあなたに取ってきてもらったプログラムの中身なんですが、合格用にもらってください。あ、リカバリー30だって。入れようか。これリカバリー事情どうなってんの、これ。リカバリーって入っていないな。スモールボブじゃいいや。ちょっとリカバリー入れましょう。じゃあ一旦区切って、次回は3からですかね、依頼3からやっていきたいなと思います。お疲れ様です。